それでは第1回目のデモですね、セッティングということで始めさせていただこうと思います。まずですね、つながっている機械の説明ですね。スピーカーがですね、クオードの 23L ですね。スピーカーくらいかな、スピーカーが、そうですね、30ペア、30万ぐらいのもの。で、アンプの方なんですけど、これはエアボーンですね。AI301 スペシャルバージョン2という、ティアクのですね、AI301 のですね、中身を40個ぐらいパーツ変えて、音を良くしたモデルになります。で、電源ケーブルはこの KDK-OFC、これもエアフォン、これはだいたい5000円ぐらいなんですね。で、スピーカーケーブルは QED のストランド79、これはメーター900円、うんですね。そしてこれにですね、USB 入力で、これちょっと高いですけど、NNP アイボルームという、ね、エアフォンのミュージックコンピューターが使われます。これはルームというソフトがあるので。で今ですね、接続、ちょっとこれは、後で、PC の時間があるのでね、その時詳しく説明します。で、この時間の流れなんですけれども、上のモニターを見ていただいて、まず今説明した状態ですね、この 23L クラシックがですね、このカーペットの上に、直に置いてあります。次にですね、このスピーカーの下にですね、こちらに人工大理石ボード、これは非常に安い、1枚で3500円とか4000円とか、それぐらいのものです。カーペットの上にボードを入れるだけで、スピーカーの音がどのように変わるかというのを切っていこうと思います。で、次にですね、こちらにあるスパイクベース、2つの大きさがあるんですけど、人工大理石のボードを入れた後にですね、この人工大理石のボードとこのスパイクの間にこの小さい方のスパイクベースを入れて音がどれぐらい変わるか聞いていきます。で、次にこの大きい方ね、これを置いて音がどのように変わるかというのを聞いていきます。そしてさらにですね、次は、こっち側のボードをですね、この人工大理石ボードからこれ1枚4万5千円くらいするフローティングボードですね、これに変えて音がどのように変わるか、ここまでをここですね、やってみようかなと思います。要するにスピーカーはアンプスピーカーそのものは変えずに、スピーカーの、ね、下の置き台ですね、置き台を変えていくだけで音がどのように変わるかというのを聞いていただこうと思います。ではまずこのね状態で、スパイクベースね、ちっちゃい方からね、ちっちゃいものを入れるだけでどれぐらいかかるか。
まあ、この、 スピーカーの下に置く、ね、ボードの大きさなんですけど、まあ、これ一応こう安定させるためのものなので、あの小さいよりは大きい方がいいですね。では、メタルベースなので、次はこれ大きいのにね、変えるだけでどれくらい変わるか。なんでこんな風にしてるかっていうと、やはり普通にこう受けてるっていうのはただ受けてるだけなんですよ。この上の部分なんか何も振動に関与してなくて、ね、ただ受けてるだけで、しかも穴が開いてないんで、スパイクの先端がこう刺さってるので、スパイクの先端がとんがったところにこれだけの重量がかかると、やっぱりここに歪みがね起きるので、あれは穴が開いててこう入るようになるんですね、スパイクが。なので先端の細いところではなくて、ここで支えるので、よりしっかりするということと、まあ、人間持つときにこう持ってるのかこう持ってるのかということで、こうグッと押さえてですね、こう上からの振動を下にきっちり伝えていくとともにですね、この真鍮がこう、これエコブラスっていう鉛が入ってない真鍮なんですけど、その真鍮の響きでスピーカーの音を整えると、まあ、ピアノなんかでも下にローラーっていうのがあってね、コンサートなんかもピアノの調律のお手伝いするときに、あれのローラーの方向を変えるだけでピアノの響きが全然変わるんですけど、やはりこういう、スピーカーを置いてる、ね、ものの台っていうのは今聞いていただいたように非常に音が大きく影響するので、ボードを入れたりこういうものを入れるだけでスピーカーの能力がぐっと上がるということを、説明しようと思いました。GD まで行って、次はねボード、ウェルフのボード、これに変えてみようと思うんですけど、もう一回この状態で何曲か聴いておこうと思います。まあ、このアンプはですね、7万5000というアンプなんですが、まあ、このアンプの音の良さもね、同時に分かっていただければなという。
しっかり固定されて、これ再びフラフラになったのに、じゃあ固定するのとフラフラにするのとどっちが音がいいかということなんですけど、これフラフラにするにもやり方があって、まあ普通カーペットの上のフラフラっていうのは例えば傾くときにね、フリクションっていうか摩擦があるので完全にフリーじゃなくて、やっぱりなんかこうバネ性っていうかね、カーペットのバネ性によって傾いたらスピーカーが戻らされたりとかっていうのがあるんですけど、これはねどんな風になっているかというと、例えば電車の吊り革ありますよね。で吊り革の上に、まあ、10円玉を置いたら電車が動いても基本的に10円玉本当は倒れ本当にやったら倒れますけどね、理論的には倒れないんです。ここは止まってて上だけ動くっていう。でこれはその逆で、こう動くんですけども、スピーカーって必ず前後に同じだけ動きますから、このベースがですねバネ持たずに素早く動くことによって、実はこれが動くことに、下が動くことによって上が固定されると。ただし今まで ゴムが入った空気のフローティングとか、磁石のフローティングというのは、例えば空気フローティングというのはあれ空気フローティングじゃなくてゴムフローティングなんですね。だから音がやっぱりゴム臭くなるケースが多くて、やっぱりゴムを使って空気を入れてるっていうのはあんまり良くなくて、で磁気浮上っていうのも磁気の中心ならいいんですけど、外れるとこは力が落ちるので、やはり何らかのバネ性が発生するので、相当強い磁石でうまく浮かしてあげないとなかなか難しくて、であとやっぱり磁気浮上なんで、あまり重りをかけるとですね磁気の反発力の問題が起きるとかということで、これは普通のバネではなくて、このワイヤーとバネを使うことによって、前後にもこの360水平方向にも、フリクションとバネ定数、特別なバネ定数を持たずにフローティングさせるということで、これだけの文字数字実現した。でもともとね、これは東大阪のジークレフ本店の永田さんという人が発明して、最初はこういうね空き缶みたいなところにそれを入れて、でこの4つの上にスピーカーを乗せて、でそれを持ってこられて、で1個の空き缶が2万ぐらいしたんで、全部で16万ぐらいして、だから音はすごく良かったんですけど、でいやこれ板にした方が使いやすくならないと、一回やってみましょうか。で板にしてみたら値段も安くなって効果も変わらなかったということで、これが生まれて、でまあエフロートボードっていう名前で販売しています。では、これでね、次は何していくかっていうと、まあ、これちょっともうちょっとさっきの缶の流れをちょっと聞いてみましょうか。スピーカーから音が出るときに、まあ、ストレスがなくなってきたと。で、ここまではスピーカーの置き方ですね。次はここからは、ね、置く位置です。で、ヒアリングでスピーカーの位置を調整というふうになってますけど、皆さんはねどのようにスピーカーをね買ってきて、まあ、置いて、まあ、自宅でもスピーカーを置いていらっしゃって、その調整で、ね、音がすごく変わるんですけど、ちょっとした位置調整で、それのポイントを、ね、説明していこうと思います。スピーカーの音を調整するときのポイントは2つあります。高い音と低い音で、高い音はですね光のような反射をします。例えばここから行くとここに当たるとこういうふうに行くとかね、で光と同じようなイメージで音を反射するというふうに考えてもらったらいいと思います。高いというと 1kHz とかそれぐらいから上ですからね。で低い周波数、これは大事、そうですね、 250Hz とかもうちょっと低いところ、これはですね光のように行くんではなくて、こう
うね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 ってるんですね。でイメージで言うとこれの調整っていうのは例えばお風呂があってですね、まあ、洗いを受けてもいいんですけどこう指を入れてねこうやって2点で波紋を起こしてあげるとこう広がっていった波紋が端っこに当たって戻ってきますよね。でこれが綺麗にやってるとこう綺麗に重なるんですけど、まあ、ここをぐちゃ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 やるとここは水の流れがぐちゃぐちゃになりますよね。これが低音が濁る原理で、要するに低音の場合はスピーカーの位置を結構大きく動かしてあげて、で、出た低音がですね壁から入ってくるときにこうあまり打ち消さないいい関係になれるような位置をまず探してあげるということが低音の調整になります。で人間って低音だけ中音だけ高音だけで聞いてるんじゃなくて全部聞いているので、イメージとしてはですね低い音から高い音まで入っているソフトでなおかつ残響が多いものを使うと。でこれがヒアリングの音源に適したもので、それを使ってですねスピーカーをこう前に動かしたり頭を振るとですねスピーカーから出る音の広がりが変わっています。位置が悪い時はねここから鳴っているように聞こえます。で位置が良くなるとスピーカーの存在感が薄くなってこの辺全体からふわっとこう音がね鳴っているように聞こえます、これが例えば光源だというとですねここに傘を置かないとここだけすごい眩しいんですけど、ここに後ろにね傘を上げておいて例えば写真撮るときレフ板っていうの光が反射するのを置きますけど、まあ、後ろの壁がその反射するものに当たるのでこれの関係でねそこのライティングが変わるんですけど、そのライティングをまんべんなく均一に明るくなるような位置にスピーカーを持っていくというイメージですね。でこれをですねやるときに例えばライティングやるときにそれよりも強いライトが当たってるところでやったら全然わかりませんね。例えばこっちのスピーカーの音を調整しようとするときにこっちのスピーカーから音が出てると邪魔なんです。なので片っぽずつやるということが重要なんです。これが調整する前の音なので覚えておいてください。響きがすごい変わるというのをねお分かりいただけると思います。ちょっとこっちやってみましょうか。本当はねこれ壁がもっとスピーカーに違うと もっと変化が大きいんですけど、ちょっとこれ後ろがね広いんで、そこはちょっと変化は少なめかな。消えるまでの長さが随分変わったというのがお分かりいただけます。これでさっきのせせらぎをね、まあ、そこからセッティングがこういう
そうするとですね、スピーカー の, あの存在感が消えて、まあ、ここもせせらぎが流れているというようなものです。だいぶね、良くなっていると思うんですけど、まあ、ただあのこれあの簡単にやってるように見えてるんですけど、僕はかなり聴覚のトレーニングしっかりやってて、指揮者の人に指示してやってて、で最終テストって先生がフルート吹いてて、いきなり言った、今日ちょっとテストしようか、何するんですか、俺フルート吹くから、フルートの材質当ててくれんです、で3種類材質あるからって、でエンドキャップってね、フルート のキャップあるんですか、エンドキャップを3種類ちょっと試しで作ってるから、エンドキャップの材質当ててくれって言われて、で、3つのエンドキャップでそれぞれ聴き比べて、で分かるかというか、ちょっと分かりにくいんで、音の違い分かりにくいから、なんかヒントくださいって、金と銀って言うから、あ、これは金で、これは銀で、これは金と銀が混ざった音ですって当たりました。で、オーディオもそうなんですけど、やっぱりその鉄とか真鍮とか金とか銀とか、そのガスクロマトグラフィーっていうのを入れるとね、こうよく化学分析でね、何か入ってここにピークがパッて出るようなグラフのやつが出てくるんですけど、音も一緒で、まあ、銀が入ってるとなんとなくその銀のところにピークがあって、金が入ってると思って、まあそれぐらい細かいとこまで聞き分けれるので、さてできますけど、一般にはちょっとここまでさてするのは難しいかもしれないん でレーザーセッターという割と誰でも簡単にできる装置を作ってみました。でただレーザーセッターを使っても、この基本的なこの低音の抜け感っていうのはこれではできないので、やっぱりこう試行錯誤しながらで、今のは皆さんもよくお持ちだと思うんですけど、簡単でドミノっていうソフトですね、これね、まあ、オーディオマニア御用達のこれの1曲目使うので、これの1曲目がすごく使いやすいです。で他使うんであれば、必ず低音から高音までムラなく入ってて、しかも残響が長くて、ワンポイントステレオマイク、モノラルか2本ぐらいのステレオのマイクで撮ったものです。これマルチマイクになってると、一つの輪を起こしたいんですけど、すでに複数の輪が重なったものがね、情報が出てしまうので、その聞き分けすごくしにくくなるので、ワンボイとステレオマイクで、まあもうこれ高くないんで、これを買ってもらうのが一番いいですね。これの1曲目で低音高音というのをやってもらえばいいですね。全部これですよ。でレーザーセッターというのは何をするかというとですね、こっちから音が出ます、こっちから音が出ます、こういう関係になってるんですけど、これがですね、二等辺三角形で、ここでねピシッて合うとですね、すごく音が良くなる、立体感が良くなる。でイメージとしてはね、例えばこれは、ね、プロジェクターだと考えてもらって、でそこにスクリーン1枚あります。こっちのプロジェクターの絵とこっちのプロジェクターの絵、ほっとくとずれてますよね。でこれをピタッて重ねてあげると、このスクリーン上の絵はですね、部屋の中どこから見てもにじまずに見えますよね。でよくこのレーザーセッターを使ってやるときに、ここしか音が良くないんじゃないのって言われるんですけど、そうじゃなくて、この1点で合わすとこの部屋全部の音が良くなる。で、これですね、まずノイとリズムを調べる、スピーカー、ここじゃなくて、これ、でこれでまあここにします。こっち、これね、重要なのは、この重量は広いんですけど、このど真ん中、スピーカーの真ん中に。レーザーが真ん中に戻ります。次。
これであの今音を出さずに大体の感じで合わせたので、今のあの顔を投げる音。これは、カンタテドミノの、ね、今度10曲目ですね。この、 あの女性一人で歌っているあのボーカル曲でエコーの長いのを使います。で、最後ですね、これあの糸の長さの部分誤差があるのでどうするかというと、片側のスピーカーにこうしてレーザーを照射して、これがセンターに戻っている状態でスピーカーをほんの少し前後に動かして、そうするとこう地方までこうなるので、まあこれ完全にピタッと重なると。でそれが音でね分かるので、これを聞きながらほんの少しだけ前後に動かしてみます。最初割と良かったんでね、あの変化少ないですけど、やっぱりこう調整することによって良くなって、で、この調整した後に、ね、もう一回ね、簡単にドミノの1曲目を聴くとですね、一番最初のハイボールのジャッて出てくるところが、あのもやってしてたのがスッて、ものすごくあの勢いよくドラッて出てきますから、それが出てるとあの成功ですね。さっていうところのね、頭がスッてこう立ってくるとね、いいんですよ。これはあのすごいシビアです。次は音響パネルを使います。まあ、音響パネルってあのいろいろあるんですけど、ヤマハのやつ、クリプトンのやつ。僕はあの普通の家庭ではクリプトンの方が使いやすいと思います。ヤマハのパネルはね、あの割と大きい部屋で、使うことを想定して作ったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あの今回部屋のサイズもね、まあ、ヤマハの方が変化も分かりやすいので使う。で、まあ、クリプトンもそうなんですけど、こっちがスリットがなくて、こっちがスリットがなくて、こっちが9音、
で、まあ、あの一応こっちで、メーカーをですねスピーカーのこの後ろにパネルを置くよりねなんかこんな風な音やりますよね、これで一回やってみましょう。一回乗せて、でこうパネルの効果なんかはこのカンダテドミノのさっきの10曲目とも、ね、でも分かるんですけど、せせらぎの音なんかやっぱり分かりやすいです。せせらぎの音セスライノートは、ね、ハンガリーマイクっていうマイクを使って録音されてて、皆さんの方から見るとここにコアがあってですね、この床の上にあのワンドルステイのマイクを置いて、ここで、録音してるんで、イメージというかあの月からちょっと首だけ出してるんで、ここにセスライノートがあって、ちょっと上の方にセスライノートが見えるようなイメージがあって、であの自然な音の広がりが。おすすめしているのはこのスピーカー内側、まあ、なんか奇妙なところに置いたなっていう感じですね。やっぱあの広がりが良くなりますよね、向けて。でこれはあのさっきのレトバンのイメージと一緒で、こっちから音が行きます、ここで交わります。でもここから出た音って 真横にも行くんで、あの右と左の音がですね、もうこの辺で、ね、先に混じってしまって、で混じった音が真ん中から出てくるので、これが音が濁る原因になるので、左のスピーカーの音はですね、ちょっと先に左に行ってみます。でこう反射して戻ってきます。これも反射して戻ってきます。できるだけですね、あの右左の音があまり速くに、あのエネルギーが大きいうちにあの混ざらないようにしようということで、上手にこうなってたものを上手にこう循環させてあげることによって、やはりあの音の広がりが良くなる。音って波なのでね、あの波がこう流れていくのをいかにこう乱さずにきれいにこう流してあげるか、まあ、あの京都の庭でこうあの白いね、あの砂の上にこういうふうに波引いてありますけど、ああいう風に綺麗にね、あの部屋の中で波が広がって重なっていけば音がどんどん良くなっていく。ね、これでちょっと聞きながら、あの鳴らしながら動かしてみましょう。これですね。このヤマハのパネルは軽いし、クリップと真ん中にちょっとグネグネするんです。ちょっと倒れやすいんで、そういう状態にはなかなかやすい。パネルはあの、ここでパークでもしてもらって、パネルはそんなにスリーでは変わらないので、これでしてもらって、いらないって言うと言ってくるんで、聞きたい時だけここへ持ってくるっていう使い方してもらって、でこれはあの部屋があの6畳とか小さくなればなるほどあのよく聞きました。で特にあのこういうパネルのスピーカーの収録ごとにパネルを置くことによって音の広がりっていうのがすごい出ますから、このパネルの使い方もすごく有効だと思います。
どこまで終わるのか分からないどこまでも良くなってしまう。でこれはね、あの波動ツイッターですね、今までこっちの CLT5 というの、でこれもペア18までちょっと高いので、これ多分その半分ぐらいであの販売できるものですね。でこれはあの中にですねネットワークが入っているので、もうあのスピーカーのですね端子とあの並列につなぐだけです。これは後ろの端子シングルで持ってこれですか、ダブルで、部屋でシングルで、もうあのスピーカー の, あのコードをつないでるところと一緒の端子につないでもらってる、またつながる片方でつながる。であの普通一般的なスーパーツイッターって20キロヘルツとか30キロヘルツとか高いところからつなげますね。これはもっと低いところ、これはね多分5キロヘルツとかそれぐらいからつながってます。ただし、このパネルの総合的な能率ってね75ぐらいしかないので、音がものすごい小さいんです。だからあの普通 の, あのツイッターってスピーカーと同じぐらいの、ね、能率があるので、本当はスピーカーの上を切ってそこからつながないといけないんですけど、これ出たままであのツイッターつなぐので絶対上が上がります。あの普通のスーパーツイッターって絶対あの早上がりになるんでね、これはやっぱりあのなんでそうフラットにすることにあのこだわってるメーカーが上だけ足して上を上げて平気なのかなっていつも思うんですけど、でこれはですねあの能率が低いという以前にですね、あの見ていただいて分かるように普通のツイッターってあの高速で動かすためにあの軽量なものを使いますよね、薄い膜とかリボンとか。でこれはあのカーボンの、まあ、そこそこ厚みのあるカーボンのパネルを使っています。で、例えばシンバルっていう楽器を想像していただいたら分かるんですけど、あれ薄い膜なんかどこにもないですよね。バイオリンも薄い膜なんかどこにもないです。で、一般的に楽器から高い音が出るっていうのはあのツイッターのように前後に動くんではなくて波打ってあの音が出るんですね。で波打つスピードっていうのは金属はですねマッハ3ぐらい、音速の3倍ぐらい、だから音速の3倍ぐらいであの振動しているので、あの、まあ、音自体はあのそんなにそこまで振動しないけど非常にあの速く振動するので、ここにある空気っていうのは硬いもので高速にギュッて圧縮されるから、もう一瞬にしてすごい圧力の高いものになるんです。でもツイッターは柔らかいのを押しているので、あのシンバルみたいにですねそこまで圧が上がらないんですよ。例えば一番圧力の高い楽器ってトライアングルですよね。だから100台ぐらい の, あのシンフォニーの中でトライアングル1個叩くだけで音が抜けてきますよね。あれは音の圧力が高いの で, であの遠くまで行っても圧力の高いのにって減衰しない、音が小さくならないんですよ。で、それと同じようにこれはカーボンのパネルをあの振動してこう動かしてですね波動モーションで音を出しているので、あの高い音っていうよりは硬い音が出るんです。で一般のスピーカーではやっぱりこういう柔らかいあの材質を使って薄いものを動かしているツイッターでは出せない楽器と同じ硬い音を出せるので、それを使う、つなぐとですねどのように音が変わるかと、まずそのバイオリンで一回聞いてみましょうか。これまだツイッターつながってない状態で、
機構がついているのでゆっくり音が上がってしまうとですね、絞っていけるからあんまりよく聞こえないんです。だから音量調整機構よりも先に音が上がってしまうと音 のピークという音量的には絶対的に大きくなくても僕たちはすごいこうはっきり聞こえるんですね。だから音の角ってものすごく大事で映像でもそうなんですけどやっぱり輪郭がしっかりしている方がくっきり見えるんですけど音もそうで立ち上がりになったり圧力の部分がはっきりしている方がいい。ジェイク・シュマブクローという人がね、ウクレレを弾いて、シンディ・ローパーが歌ってる、ビートルズのナンバーのアクロス・ザ・ユニバース、これちょっとこの状態で。以上でですね、この時間セッティングのデモンストレーションをお教えいたしますけど、何かご質問とかございますか？なければね、1時間、インターバルがあって、その間ここにあるもので聞いてみたいものがあれば常に流しますし、質問があれば受けたまります。で、その後ですね、12時からですね、フロア型スピーカーですね、今これ12円聞いていただいたんですが、スタッフ発足にあるこれが、オーディオプロの FS20 ピアノグラフ、これペアで14番で、これが24万8千日本で、フロア型の結構大きいワーフデールのダイモンド250で、これが30万ですね。この3つのスピーカーを聞いていただくことです。ではセッティングの時間、最後までご承知いただきありがとうございました。